それ独立されて、でそっから今度、うん、ここにそっからはあのやっぱり大学の友達で、うん、その大阪でやっぱり自分で独立してやってるやつがいて、あのそいつが、まあ、大塚っつってここ一緒に立ち上げたやつだけど、うん、そいつと大学卒業してもまあやり取りをしてて、で阪神・淡路大震災が96年だったかな、はいはい、なんかその時にあのその後に神戸の元町っていう駅の高架下でこういう箱がいっぱいあって、はい、その箱をレンタルしてっていう商売が始まった。で神戸、神戸、神戸でチャレンジマーケットっていう名前だったと思うけど、はい、でまあ関東ではあの多摩の石川さんっていうドラマーの人が西荻窪で西流牛っていうのを、多摩ってあの多摩ですか、あの多摩のあのあれですよね、あのちょっと今曲があれですけど、地球が終わった日みたいな、奈良人類だ、奈良人類みたいな、だからが、まあ、関東ではこういうボックスの専業が最初って言われてんだけど、うん、関西ではそのチャレンジマーケット多分割と近い時期じゃないかと思うんだけど、うん、でその大塚っていうのがそれを見て、その震災後でもこういう箱がいっぱい並んでそこでこう物売ってる、まあ、多分こう手作り物とかあんまりなかったと思うんで、ね、はいはい、自分の何だとかお店の商品とか、それすごい活気があるっていうんで、なんかこういう商売やりたいみたいな、うん、で相談があって、で俺もちょうどフリーになってたから、うん、じゃあ一緒にやるかっていうことで、へえ、それを見た時に俺もなんか結局仕事辞めてフリーになってたから、うん、なんかこうなんだろうね、そこ末っ子気質みたいなのがあって、まあ、自由なんだよね、なんか、うん、物の考え方とか振る舞いが、うん、それやっぱなんとかなるっていう自信があったってことですか。自信もまあ若かったからあったんじゃない、うん、あとはなんかもっと なんていうのかな、結構言いたいこと言わない人とかさ、うん、日本人だってやっぱり多いじゃない、うん、なんかすごい我慢したりとか、うん、それはもう組織の時もすごい見てきたし、うん、もうなんかそうじゃなくて、もう自分ももうやめてフリーで好きなことやってたから、みんなもっとやりたいことやればいいのにっていうのはなんとなくあって、で大塚からこの話があった時に、あこれもまさに一個一個ね、これ一つ一つ借りたらもう自分の世界、自分の箱だから、そうですよね、これは俺の考えてるみんなもっとやりたいことやればいいのにっていうのが非常にシステム化されてるなと思った。じゃあ一緒にやろうぜっつって、でまあやるんだったら、まあ、そいつは自分の会社があって大阪に住んでたのかな、はい、で俺はフリーで動けるから、でこういう業態だからやっぱり東京の方がいいだろうということで、それで一緒にやるんだけど、基本的にはまあ俺が運営っていうか、まあ、あの最初のお店作る時はもう大阪から来て、高橋さん、な大塚、あ大塚さん、うん、すいません、大塚さんとはサラリーマン時代に仲良し、大学のゼミで一緒で、ああその時からもうずっと付き合いはあった、あで大塚さんは何かやりたいっていうのをちょっと思ってたんですかね。大塚はね、やっぱりビジネスマンですごいアイデアマンで、あのちょっと日本人離れした、はいはいはい、顔も性格も、顔も性格も、はい、京都の一番柄悪いところで生まれ育った、本当にアイデアマンで、やっぱり商売いろんなのやりたいってアイデアがあって、その中の一つだったんだよね。なるほど、それはやっぱあの震災の時にあったのを、そうそうそう、それを見てビビッときて、で中根さんにどうだって相談があって、いやこれは俺もやりたいこととか合致するから一緒にやろうっつって、それで兄さんを立ち上げるに至る。はあ、ちょっと細かい話なんですけど、うん、そのなんていうんですかね、お店をこう作るってなって、うん、この今の兄さんさんの形っていうのは、その作った時からずっと変わらないんですか、うん、そのこの形形ってそのこっちでボックスが違って、うん、奥にギャラリーがあってみたいなのは、うん、もう最初からもうその辺はいろいろ変わったよ。ああやっぱりその、うん、そう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 、その時の何か状況とか、まあ、お客さんとかによって、う
あのボックスが一応こうやってぐるっとあったけど、うん、あのこれの正面のところは最初なくて、あの今ルームスペースの中もボックスがドーンと並んで、うんうん、あ今ルームっていうのが隣にあって、そこが今、ギャラリースペースになってて、写真展とか、まあ、みんなが作品を発表してる場合になってて、で今こっちはまあ箱が、箱があと奥の面にもあるんですけど、そこで今ボックス貸しもやられてる。でその奥のレンタルスペースにもボックスがびっしりあって、へえ、で基本的にはボックスだったんだよ。あ、全部全部ボックスだった。あ、それが確かその頃に来てたその作家さんたちがいて、うん、その人たちの中でなんか個展をやりたいみたいな話が多分あったと思う、ね、やっぱこう作家が集まってくるわけですからね、うん、それでなんかそういうきっかけでその奥のスペースにボックス入れてるけど、あれを出して、うん、でこっちに置いて、うん、あそこを独立したレンタルスペースとして使ったらいいんじゃないかっていうのが最初だと思う、多分ね。でその人が個展をやったのが今のそのルームスペースの、まあ、成り立ちだと思うんだよね。じゃあもうそっからは今の、そう、でもそっからあのウォールスペースってあるでしょ、壁面の、ああ、ウォールスペースっていうあの場所もあって、あ、そのウォールもあのレンタルスペースで、あの作家さんたちが写真を飾ったりしてるんです。まあ、ルームとウォールと、そうそうそう、でボックスとあるんですけど、畳2畳分ぐらいのね、まあ、ちょっとリーズナブルに、リーズナブル使わせていただけると。あれも多分ルームでやっぱり個展の可能性っていうのに気づいて、うん、でボックスはまあサイズがこう限られてるから、うん、もっと大きいものを飾れるっていう意味でもう一つスペース作ろうみたいなんで多分、うん、ウォール作ったんだと思うんだよね、うん、あんまりも覚えてないけど。ミサさんとして何年？今17年。17年、もうサラリーマン時代をとうに超えて、とうに超えました、もうね、17年ですよ。でも一応あの第一の目標は20年だから、お、あと3年、そうそうそう、いや3年で辞めるってわけじゃないんだけど、お、あの大店オープンした頃になんかおば様がよく来てくれる人がいて、その人がうちのある作家さんのすごい買ってくれるって、話したら、あの下北にある木曜館っていう雑貨屋さんのオーナーさんで、うん、私木曜館っていう雑貨屋さんやってるの、うん、後で聞いたらすごいもう当時有名で、うん、あの人気の雑貨屋さん、はい、可愛いものがいっぱい置いてある、はい、でそこの雑貨、まあその時は全然知らなくて、うん、あ、そうなんですかっつって、もう何年やってらっしゃるんですかみたいな話したら、うん、もう20年以上やってるわねって言われて、わ、めちゃくちゃかっこいいと思って、で俺もなんかこういう話の時にもう20年やってるって言いたいなと思った、うん、なるほど。でその時本当にできてまだ1年か2年だったと思うけど、もうその時からもうまず20年もやろうと思って、もう5年10年とかもうどうでもいいのに、とにかく20年やろうと思って、うん、まあ木曜館でもう閉まっちゃったんだけど、うん、その時のなんかオーナーさんのおばさまの佇まいとかさ、うん、その物の言い方とか、うん、そうめちゃくちゃかっこいいな。へえ、そうだからまだまだ17年だからね、あと17年、20年やったらもう聞かれてないのに言いまくるかも21年目はどうですか、2店舗目がギャラリー234ができてないです。234ないです、もう1店舗でいっぱいいっぱいでちょっとじゃあその、うん、233の作りというか、あの例えばその場所ですよ、ね、うん、あのこれからやりたいっていう、もしかしてギャラリー経営とか、まあ、なかなかもしかしたら何ですか、あの、うん、場所選びあるかもしれない、マイノリティな感じになるかもしれないですけど、そのギャラリーのキュレーターを目指すとか、うん、あのこういうボックス場所をやったり するっていう人は、あの、まあ、経営のアドバイスとして、そう、ね、まあ三軒茶屋でオープンしたっていうのは当時三茶に住んでいて三茶がすごい好きだったっていうのがもう一番、うん、だからそのビジネス的側面っていうよりは自分の、もう自分の好きなところ、うん、でそれもでもある種ビジネス的側面で、あの当時だとやっぱり下北がまだまだ古着屋さんもあったし、はいはい、多かったし、はい、すごい面白くて、うん、中目黒はまだあれだったかな、だから
例えばこういう店やるんだったらやっぱり下北、まあ下北に実際あのボックスの店舗もあったしいくつか、だからボックスというかその今若者たちがたくさん来てるとか、こういう商売やるんだったらこの場所とか、うん、そこの側面じゃなくて自分が好きな街でやるっていうのもビジネス的にめちゃくちゃ強いだろうと思って、うん、それで三茶で探した。うん、でも不動産的にはすごい少なかったから、うん、探すのはすごく苦労して、うん、でこれがちょっと一つアドバイスなんだけど、うん、まあ、ここに来た人たちも言ってるのは、自分でお店やりたい人たちにはその不動産探す時にもう絶対に妥協しないようにって言ってる。もう絶対この場所で、まあスケジュール決めてこの日までにオープンしないと絶対あるから、まあ、うちもあのこれオープンする前からチラシ作っていろいろ配って、うん、こういう箱菓子オープンボックスギャラリーオープンしますと配って、うん、あオープンしたら借りたいですっていうのが40人ぐらい集まったのかな。お、か全然オープンしなくて途中からもう苦情が来るようになっていつになるんだっつって、で12月ぐらいにもうクリスマスまでにはやんないとっていうんで、まあ、12月23日に無理やりここをオープンしたんだけど、うん、それはもうたまたまここが物件が空いたからで、ここをなんかその映画制作する会社が借りようとしてて、はいはい、その人たちが借りたらダメだけど、はい、その人たちが別のとこ借りたらここ借りれますよっていうのがたまたま入ったからよかったんだけど、あのこれ今までも起業した人を見てきてなんだけど、はい、やっぱり不動産の選び方で妥協すると結局うまくいかなかった時に不動産のせいにするんだよね、場所のせいにするんだ。あ、なるほど。この場所はダメだと、いや人通りがあったけどやっぱ人入ってこないとか、うん、大学近くにあるけど学生は来ないとか、うん、なんかどこどこに大きなこういうお店があるからみんなやっぱそっちに行っちゃうとか、うん、うまくいかないとみんな場所のせいにする。あ、そうなんですね、うん、でも場所関係ないでしょ極論言うと、うん、自分がよく行く場所とかさ、うん、好きなお店とかさ、うん、場所の行きやすさで選んでないでしょ。そうですね、まあ、ひまわり品買うとかね、うん、食料品買うとかは別だけど、まあまあまあ、好きな服、うん、好きな音楽聴くとか飯食うとかさ、うん、絶対行きやすさで選んでないじゃん。そうですね、その場所が行きやすいか行きにくいか全く関係ないでしょ、うん、だから今までいろんな人と会ってきたけど、そういう起業する人と会ってきたけど割とうまくいってない人は、うん、みんな最後の場所のせいにして、うん、それでやめちゃおうっていうのを見てきたし、で自分は一応、まあ、たまたまだけど妥協せずに居場所が見つかったと思う、うん、荒井さんも前の電車通っててね、うんうん、だから起業する人はやっぱりまず不動産を絶対に妥協しないっていうのは一つアドバイスとしてはあるかも。なるほど、これ金言金言かどうかわかんない、ね、でそのなんていうんですか、ちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけど、その習うより慣れろってな、うん、あるじゃないですか。でそのなんていうんですか、とりあえず場所を見、うん、少し妥協してでも、まあ、場所を見つけてやっちゃうのか、うん、あでそこで、まあ、失敗するのも、まあ、ノウハウとしての一部としてやっていくのかっていう、うん、でもそこら辺の線引きっていうのは、ね、今不動産の件で言ったのは、うん、結局失敗というかうまくいかない時に、うん、その場所のせいにするっていうのが問題だと思ってるから、はいはいはい、まあ、そこしっかり分かってて、その場所とかね、あのお店のなんかこう内装とか中身とか、うん、動線とかのせいにしないんだったら、うん、それは別にある程度のとこでも立ち上げてやっちゃってもありなんじゃないかね。あだもしあの本当にまあないパターンじゃないじゃないですか、うん、そのそうだね、資金面とあるあるある、うん、やっぱり考えたらもうここしかないみたいなところね、ああ、うん、それはそれでまあやった方がいいと思うよ。でもまあ絶対その場所のせいにはしない、しないでこの場所で何ができるかっていう、ね、うん、ことを考え抜くってことでしょ。うん、じゃあそれでまあここが決まったっていうことで、うん、でそのお二人で立ち上げて、2人で立ち上げて、今は中根さんお一人ですよね。そうね、応援は基本的に、まあ、そいつはだから大阪にいて何かあった時にずっと来てたし、うん、あとはまあ資金面は一応彼が出して、うん、でまあいろいろ商社マン時代にあったその
イタリアの革靴とかその辺の商材扱ってたのがあるから、それを俺がオークションで売ったりして、それで資金を作ってそれでやってた。あ、そうなんですね。だから資金調達なんかもね、いろんなやり方があるからさ、そこはすごく、いや、皆さんやっぱりそこは、資金面っていうのはやっぱり一番危惧するところというか、で俺の場合はまあその友達がまあ資金を出してくれたっていうのと、でまあオークションとかでこう一生懸命売って何百冊か売ったでもそれが結局あれなんだよね、ヤフオクでやったけど、そのヤフオクの評価はもう 100% 非常に良いだから、その今233でも通販やってるけど、それもう完全にそのノウハウがいいからそういうメールとかね、コミュニケーションやり取りとか梱包とかさ、もうその時のノウハウが生かされてますよ無駄なことはないね、無駄な行動はない。なるほど、そうなってきて、でもう今ここの233さんがそうですね、みんな集う場所としてあるっていう、これ当初考えてた、自分たちのお店と、今17年やってきて、やっぱり違いってありますか、当初の違いは。こういうのをしたかったけどここはできてないとか、思わずこういうことが、ふうにお店が転がってるとかあれば教えていただきたいな。でも基本的にはボックスのギャラリーだから、箱を借りてもらってなんぼだし、まあ、それはもちろん今でも変わってないけど、なんかここまでなんていうのかな、レンタルスペースもできて、ここもいろんなことできるじゃん、それはたまたまその時にあったのが西荻窪と、同じ時期に立ち上がったのは高円寺であったりとか、下北も何店舗かあったかな、同じような業態とか、そのニルビューとかがまあ第一世代だとすると、我々はその1年後で、その1年の間に何店舗かできたんで、それをいろいろ見て回ったりした時に、やっぱ狭いお店が多かったから、本当にちっちゃな雑貨屋さんみたいな、だからなんかこうボックスを借りてもらって好きなことをやってもらうっていうのが根本で、なんか委託販売やりたいとか思ったわけじゃないので、やっぱり広さ欲しいなと思って、なんとなく、だから結果的にはそれがここでこの収録もね、できるわけじゃない、だから本当は箱を借りてもらってそこで見せたり売ったりしてもらうっていう仕組みを提供したかったんだけど、まあ、それを提供しつつ、それ以外にもこんだけ個展だとかグループ展だとか、まあ、ここで落語だね、やってますよね、こういうのができるっていうのは想像はできなかったよね。映画も上映されて、映画も上映してるしね、それたまたまやっぱりその広さを確保していた方がいろんな人がいろんなことやれるんじゃないかっていうのがあって、この場所がたまたま借りれたっていう、まあ、奇跡的な感じがする。今から振り返るとその時そんな思ってないもん、あ、これで映画も上映できるんだって全然思ってないもんね。だから一応何かはできるかもみたいなのがあったんですね。